はい、はい、よいしょ、お疲れーす。さあ来ました、はい、フルトドビー、はい、はい、今日のね、見ていただけたポイントは、はい、今日は、手先と垂れ先に同じようなひだを作ったここですね。お、わかりました、はい、はい、その辺どうやって作ってるのか、見ていただきたいと思います。はい、はい、それでは行きましょうか、はい、はい、オープニングスタート、よいしょ。使用するものは帯、帯板、帯締め、帯揚げ、枕、仮紐2本、1本は後で外します。ピンチも数本用意してください。今回の帯は仕込みをしてから帯を巻いていきます。まずは手先からです。だいたい2センチか3センチぐらいで、屏風ひだを3つ作っていきます。で、このまま右手に持って、この端で影ひだを3つ取ります。で、留めておきます。で、その流れで、こう、この流れをつけていきます。それをこの感じで、ここを輪にしてます。で、こういうゴムで留めてもいいですし、カラーバンドで留めてもいいですし、こういうゴムで、留めていただいてもいいですし、輪ゴムで留めても大丈夫です。ではこちらが手先の仕込みです。では垂れ先を仕込んでいきます。手先と同様に、次はちょっと大きめに4センチぐらいの幅で屏風畳を5つ作っていきます。5つ作ったら、こちらに影ひだを作っていきます。で、こちらも同様、このつながりで山を取っていきます。で、それをここ側になるようにして、ちょっと次はちょっとこっちの輪を大きめになるように取っています。で、これも同様でゴムをかけていきます。はい、ではこちらがタレの仕込みです。では左腕に帯をかけて巻いていきますので、屏風畳で準備をしています。で、帯板は、脇の下に挟みます。では巻いていきます。柄止まりは左脇です。このまま手先を上げて帯を締めていきます。後ろ板と前板を入れていきます。もう一度帯を締めます。で、左下をピンチで留めます。上を少し折って下を折り上げます。手先を下ろします。
針紐で留めます。背中に三重針紐を置きます。で垂れ元を広げます。で背中に羽を作ります。骨山を取ります。で2本ともにかけます。でこちらにもう一つ小さい羽を作ります。一番手前のゴムにかけます。この仕込みをしたのを、この上のひだを真ん中にかけます。でマフラーを当てます。伸び上げをします。手先を3本目にかけます。でこの流れをきれいにして帯締めを入れます。針紐を外します。はい、ではきれいきれいしていきます。はい、あざした。今日もお願いした。ありがとうございました。はい、ということで、この帯完成しました。はい、それのポイントが、はい、こちらになります。はい。はい、では、ここの仮紐とゴムの隠し方をやっていきます。まずこれはギュッと上げて、でこれをぐるっと回してお花のようにして、これを上から下に端っこをかけておきます。で、これ。で、これを上に上げます。すると見えません。はい、まあ、こういうことですね。はい、そういうことですわ。はい、この辺ね、最後、試合の時にね、はい、注意していただけたらと思います。はい、ということで、恒例の、命名の儀、はい、いきたいと思います。これね、なかなかね、今までにないやつやね、やり方やね、よし、来た来ました。それでは、唯一の僕の見せ場、はい、命名の儀、はい、いきます、はい、命名火の鳥これね、なんでか言うたら、この辺がね、クジャクのね、これあれやないですか、このこっちか、こっちの羽の先っちょあるやん、このこういうやつ、これ見えてる。でも金色やから、クジャクの火の鳥、手塚治虫さんのね、クジャあの火の鳥ね、あれのこのここのこれですわ、これがね、見えたんで、はい、火の鳥、はい、いかがですか、はい、今回のメイン、はい、あ、いいですか。ありがとうございます。いつも不評なんでね、はい、まあ、適当にやってるってこともあるんですけどね。ということで、これね、練習していただいて、はいはい、やっていただけたらなと思います。はい、で終わりましょうか、はい。はい。それでは次回またお会いしましょう。はい。はい、それでは皆さん、お疲れでーす。行きましょう。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。